特殊詐欺の被害を未然に防いだ島田市にある JA の職員に警察から感謝状が贈られました。 JA 大井川中溝支店の松村大輔支店長と太田香菜さんは先月300万円を振り込みに来た60代女性に事情を聞くと警察官を名乗る人物から特殊詐欺に関わっていると言われた、さらに解決金として現金を要求されたと説明され、2人は詐欺だと確信し女性を説得しながら警察に通報しました。詐欺がこう身近にあるっていうのを改めて感じてちょっと身が引き締まりました。警察は適切な声かけと迅速な通報が被害を防いだと評価していました。